皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん先日の動画ではですね、温かいコメントありがとうございます。めちゃくちゃたくさんの人たちがね、見守ってくれてるとね、思ってね、すごく励まされました。まあ、これからもね、自分らしく前に進んでいきます。はい、ほんでね、まあ、今日のお話なんですけども、骨髄移植と、まあ、一般的に呼ばれている造血幹細胞移植のお話です。まあ、これまで、ね、何回かこうお話しさせてもらってますけどもね、まあ、今日はまだしたことないお話です。造血幹細胞移植はね、白血病などのね、悪性血液疾患かなどにね、対してピンポイントに使われる治療法とね、思われがちなんですけども、まあ、実はね、それだけではなかったんですよね。まあ、知ってる人はね、知ってると思いますけども、まあ、知らない人はまあ新しい可能性を感じると思いますので、まあ、ぜひ最後までご覧ください。こう一般的にはですね、白血病やがんのね、治療っていうのは抗がん剤をね、使いますけども、まあ、がんに関してね、まあ、そのがん細胞が排除できない時などですね、場合によっては骨髄移植をすることが稀にあります。がんの場合でね、その骨髄移植をするケースというのはですね、神経芽細胞腫というね、小児がんなどがあるんですけどもね、まあ、これらの場合に対しては末梢血管細胞移植が行われることがあります。骨髄移植がね、末梢血管細胞移植がね、あと再帯血移植というのはですね、まあ、主に通常の抗がん剤治療で回復が難しいと考えられる、急性白血病ね、あと慢性骨髄白血病とか、あと骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といったね、悪性の血液疾患が主な対象なんですけども、まあ、その他にもですね、再生不良性貧血などね、別にその悪性ではない血液疾患に対しても行われます。その他にはですね、リウマチにもね、適用されますね。そのリウマチはね、その悪性腫瘍と比べるとね、まあ、悪性ではないので症状はまあ軽めとされていますけども、その一部のね、症例ではですね、その従来の治療での、ね、回復が難しくて、この機能障害とかね、臓器障害によってね、生活の質のレベルにね、こう重大な障害をもたらしたりとか、急激にその病気の勢いがね、こうバーッと進行してしまったりするわけなんですよ。このようなね、症例に対してですね、ヨーロッパを中心ですね、1990年半ばよりですね、難治性リウマチ性疾患に対するその造血幹細胞移植のね、臨床応用がね、開始されました。もう30年前からね、リウマチにもね、造血幹細胞移植がね、行われてるわけなんですよね。ほんでね、まあ、この造血幹細胞移植がね、そのリウマチにね、適用になったのをね、まあ、意外にもですね、たまたまやったみたいなんですよ。その悪性疾患、悪性血液性疾患をね、こう患った患者さんが、たまたまリウマチをこう合併しててね、その造血幹細胞移植をしたところ、リウマチが寛解した効果があったという症例がね、こう多数蓄積されたことでね、理論的なね、根拠になったわけなんですよ。それのおかげでですね、リウマチ単品っていうのはおかしいな、リウマチだけっていうその病気に対しても適用されることになったんですよ。でもね、まあ、リウマチにもね、まあ、種類がありますので、まあ、全てのリウマチに適用されるわけではありません。そしてね、他にもですね、自己免疫疾患にも適用されることがあるらしいんです。これがね、今偶然にもですね、先ほどのリウマチと同じね、1990年半ばよりね、難治性の自己免疫疾患に対して、末梢血管細胞移植の臨床応用が開始されたんです。その移植の適用はですね、難治性自己免疫疾患によってね、生命が脅かされる状態、まあ、あるいはですね、その疾患自体はね、コントロールが可能であってもですね、まあ、後遺症によって生活の質が著しく低下される場合のみに限られています。でもまあね、そのわざわざね、その造血幹細胞移植をしなくてもね、それまでに寛解すれば、寛解とはですね、ちょっと話されますけど、寛解とはですね、その完治とはまでは言えませんけども、症状、病状がね、こう治って治まってきて、まあ、穏やかであることを言います。その症状が一時的に軽くなったり消えたりしてる状態を寛解と言います。で、このままね、病気が治る可能性もありますけども、まあ、場合によっては再発するかもしれません。まあ、再発しないようにね、こうよく様子を見ることがね、すごい必要
症であります。まあ、なのでね、まあ、定期的に検査をね、受けたりとか、薬を飲んだりせなあきません。まあね、その病気がね、完全に治った状態だとね、誤解されやすいので、こう一時的に症状が軽くなったり、消えたりしてるだけで、治ったわけではないですよっていうことをね、こうしっかり病院からね、伝えてもらう必要がありますし、まあ、病院側はね、しっかりと伝えてくれるでしょうけど、その、例えば家族や友人や職場関係の人たちにもね、こう症状が一時的に落ち着いてる状態で、完全に治ったわけじゃないんです、とね、伝えなければならない状態でございます。そんな状態がね、寛解なんです。まあ話を戻しますね。まあ主な悪性な血液疾患でも一般的な治療法である抗がん剤を使うなどですね、リウマチなどのね、悪性ではない血液疾患とかの病気ではですね、まあ、それに対する、治療法をやっていて寛解の後に完治することができるんであれば、わざわざね、造血幹細胞をね、移植せんでもね、いいんですよ。そのまあさっきのね、自己免疫疾患のところでね、話したようにですね、まあその疾患によって生命が脅かされる状態、あるいはその疾患自体はコントロール可能であっても後遺症により生活の質が著しく低下する場合のみに限られていますとあるようにですね、まあ、最終手段まではいかないですけども、まあ、逆を言えば命が脅かされるほどではなくて後遺症の心配もなくて生活の質が落ちる心配もなかったら、そのわざわざね、造血幹細胞移植をね、する必要もないんですよ。でそれに先生も勧めてきませんしね。それにね、その移植する前にはね、移植前処置というのがあります。そして移植後にはですね、移植変態宿主病というものがあります。まずその移植前処置というのはですね、分かりやすく言いますと、その移植の目的って悪性のね、腫瘍をね、撲滅するために行うわけじゃないですか。ほんで撲滅するためにはドナーさんの細胞にしっかり働いてもらわないとあかんわけですよ。でそのためにはドナーさんの細胞が働くスペースを作ってあげなければいけません。したがってで移植前処置というのはですね、悪性の腫瘍に対して移植で入ってきたね、ドナーさんの細胞が正常に快適に働いてもらえるように場所をきれいにしておくということなんです。そして移植後に必ずやってくるその移植変態宿主病 GVHG ですけどもね、これは分かりやすく言うとですね、移植における副作用のことです。移植したドナーさんの細胞が患者さんの体、まあ、各臓器を、ね、攻撃する免疫反応です。またこれらはね、人によりますけどもね、長いこと続くんですわ。また続いてる人間からしたらね、まあまあ辛い時期もあったしね、心も落ち着かない時もありました。激しい痛みがあるだけにね、それをひたすら病室のベッドの上で我慢してじーっとしておくのもね、結構辛いです。まあ、そんな思いをね、せなあかん移植ですから、まあ、他の方法で回復できるんならね、ほんまに他の方法がいいですよ。というかね、希望してできるというかいう問題でもね、ないんです。やらん方がね、いいとかこんなことを、まあ、言ってますけど、もうしたくてもね、できない人もいてるんですよ、実はね。それはなんでかと言いますとですね、その患者さんの細胞とあのドナーさんの、ね、細胞がね、もうある程度こうマッチングしてないとね、できないんですよ。まあね、なかなか難しい話なんですわ。まあ、といった感じでね、造血幹細胞移植についてのね、まあ、ちょっと皆さんの中でイメージと違った新しい可能性のお話でございました。まあ、これをね、受けない体でいられるのが、まあ、一番いいことなんですけどね、まあ、その病気のね、回復の手段として、まあ、というかその知識としてね、知っておいていただけたら幸いでございます。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。